ワンイチチャンネル、ステップバイステップ。はい、なんですか僕ら聞いてないですよ。いやいや、はい、新章なんで、新しいフレーズをね。あ、フレーズね。何して、俺なんかステップバイステップですよ。そうですよ。あ、ステップバイステップ、はい、と言っててもらおうと。一歩一歩、あ、ごめんなさい、ね、一歩一歩ということで。はい、そうです、そうです。はい、で本日はまたあの絆ベースジムの方で、はい、五反田にあるところで撮影させていただいてるんですけれども、はい、今日はこう2人じゃないんでね。そうなんです、はい、ちょっと緊張してますか。一応朝、はい、柔軟にストレッチはしました。まあ何があるかわからない。そうそう、先生も緊張してますね。そうですね、はいはい、やっぱ石東郷緊張会っていうのは、はい、というのはこの人が来るからだということなんですけど、早速登場していただきましょう。ヒロ、はい、渡辺先生です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ステップバイステップ、よろしくお願いします。先生、お願いします。お願いします。はい、はい、久しぶりに来ていただいて、はい、はい、で早速なんですけど、うん、ちょっと俺がびっくりしたのが、はい、ヒロ渡辺先生と先ほど喋ってたら、はい、東郷にちょっと俺はストレートリード、うん、そんなじゃない、いや、じゃないですけど、だいぶ声太かった。いや、太かったんですけど、達人イメージ、イメージ、達人イメージ、ストレートリードを教えると思うんだよ、うん、って言ってて、はい、いや先生ストレートリード、はい、いつもやってたじゃないですか。まあもちろんそうですね。で、先生に弟子にするのもずっとなんで。でも東郷がある程度もっとランクが上がってきたから、はい、ストレートリードを教えよう、うんうん、これどういうことなんですか。うん、はい、独自でやってたってことですか。いやいやいや、そうそうその素人が、いやいやいや素人じゃないですけど、そのこの YouTube で素人、いや知らないですけど、ヒロ渡辺先生が教えてないのにやってたって。いやいや、ちゃんと教えてましたよ。はい、だったら、あ、もちろんその東郷先生がやってる、はい、じゃあちょっともう一回あのジーク運動、はい、はい、に関してもうちょっとあの詳しく説明させていただいてもいいかな。はいはい、はい、当然あのブルース・リー階層がテッド・モン先生を実験台にして作り上げていったものなんですけど、ブルース・リーって1973年32歳でも亡くなっちゃってるんで、はい、でもその時点でブルース・リーの軸運動ってもう進化してないんですよ。あ、もうまあ若くに、ね、亡くなられて、うん、生きてれば当然もっといろいろね進化、スタイル的にも進化したんだろうけど、うんうん、もう亡くなったんでその時点で形態はその時点で終わってるんですよ、まあ、残ってるんです、はい、それが内角なんですよ、うんうんうん、ジーク運動っていうものの内角はブルース・リーのスタイルのジーク運動なんですよ、はい、で当然ブルース・リー階層 自身も自分の研究ノートに僕が教える武術はブルース・リーのスタイルってしっかり書いてます、はい、コンセプトとか書いてないです。だからそれが内角なんですよ、はい、でそれをまあ習ってきたテッド・オン先生がさらに研究してね、研究して、まあ、発展させたっていうのがテッド・オン・ジーク運動って言われているやつなんですよ、はい、でテッド・オン先生のそれは表現の部分、うん、なんでその時点でまずテッド・オン先生が第8ランク、うん、そう、あの僕がテッド・オン先生から最後のレッスンで受けた時はヒロ最終的に自分の表現方法を作れよと、最終的に、はい、それが第8ランク、第7ランクになってジーク運動マスターって称号になるんです、はい、でその以降それ以降に自分のスタイルを外角として作らないといけないんですよ、はい、でその内角はブルース・リーのジーク運動だったんです、テッド・ウォン先生のやつは、はい、だから外角はテッド・ウォンのジーク運動なんです、はい、だけど僕の場合はその両方の前伝を受けたんで僕に関しての内角はブルース・リーとテッド・ウォンのジーク運動のが内角にあるんです、はい、でそこで第7ランクのレベルになってマスターになって自分の軸運動を作り出したんで、あで、うん、外角としてヒロの軸運動っていうのがあるんですよ、うんうん、で当然いろいろ先生方から習ってきた部分で、はい、この部分は改良するべきかなっていうものも結構出てきた。常にやっぱしね固定化するんじゃなくて進化しないと、うんうん、軸運動って変化の中で変化してその価値があるんで、はい、どん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 その時代も変わってきてるじゃないですか、はい、その中でやっぱしその時代に合わせたやり方って出てくるわけです、ね、はい、当然僕たちがやっている軸運動もやっぱし変化していかないといけない、はい、そのための研究、ただ研究しててその中でそれだったら先生が
に今まで教えてたのはそのブルース・リーとテッド・ボン先生 が僕の内閣にあるから、はい、それを教えてたけど、それをずっと教えてきた。俺はマスター、先生がマスターで、その極めたら今度自分なりに軸の育ったからやっていけないんですね。自分のスタイルを先生に言われた通りに自分の軸の作り上げた、作り上げた外角として、うん、でそれをまあちょこっとずつ教えてきたんで、はいはい、今回はその総締めとしてストレートリードを総締め、うん、ストレートリードをあの題材にしてお届けしようと、あということで総締め。なるほど、そのいや習ったから終わりじゃないですね。その、うんうん、先生とかの、続いていくんですね。習ってすぐできるもんじゃない、うんはいうん、レベル。昨日渡辺先生がアップデートしたストレートリードを、うん、今日は押し統合に教える伝授する、そうです、そういう回というで、しかもその総締めであると。総締め、はい、すいません、チャンネルに動画撮ってますけど、はい、大丈夫なの写して先生、バレてないかなと思います。申し訳ないんですけど僕の軸運動を披露するのは今回だけにさせていただきます。なるほど、これうちでは第4ランク取ったものにちょこっとずつ教えてってるんで、で今うちのジークンドエイジャージャパンで第4ランク持ってるのは石井東吾とあと台湾の郭仁強と2人だけなんです。へえ、ちょっと待って、ストレートリード、ただ今までやってた、はい、ちょっと先生がやってたストレートリードをもう一度、はい、僕改良したやつはさらにスピードと威力上がってます。へえ、でそれはちょっとね、EQ さんにもちょっと1つだけ、いくつか項目あるんですよ、改良した項目1つだけ教えるんで、はい、ゆきおさんにもちょっとやって、なんでどさくさにも、どさくさにも、いやいやいや、ランクゼロ、ランクゼロが、ランクゼロ、いや、こぼれ玉、いや、早速、はい、ちょっとそのそうですね、はい、はい、させていた、やっていきましょう、お願いします、お願いします。ここから、まあ、フェンシングの技術を使うんだけど、はい、ここからただポンと当てるんじゃないのね。ここまではちょっと抜力なの、抜力してここまではふっともう全部抜力の状態で起動してるんですよ。で最後のこの3インチ、うんうん、だから軸のワンインチはないって言ったけど3インチの原理を使うんですよ、はい、これはテッド・ボン先生から習った項目なんで、ブルース・リー回想も使ってたこと、3インチ手前までは抜力で本当にこう抜けた状態、はい、人によっては脱力って呼んでるけど、はい、要するに必要最低限のエネルギーだけでいいんです、うんうん、行動だけで、軌道だけで、うん、ここからこの回転と、それからこの息をちょっとこう立ってみて、こう、こう、これと回転と全部肩甲骨合わせて、これが要するに決めなんですよ、うん、これでここからトンと入ってくるんですよ、うん、で、打ったら早くスッと引いてくる、はい、それを瞬間的に刹那でやらないといけないの。それが今まで、その東方先生1回、ここまでが、はい、ブルース・リー&テッド・ボン軸運動、はい、ここまでがね、ここまでが、はいはい、先生1回、そう今までの1回、東方先生が、はい、今までのって、僕は今そうでしか知らないのでね、いくよ、十分です、これはいいですね、完成してます、それが背中足に入ったらことを想像して、うん、ここにカーンと入ったこと、今のがね、いやだから十分だよ結果十分です、十分、はい、これ重み、でも今の中のこのは、まあ、しっかりできてるんですよね、今まで教えてきた、もうできてる、ここで先生がどう進めたんですか。そう、僕はいろいろ研究して構造学、確かに構造学、ね、それから神経学、生理学、いろんな観点から研究して、あ、ここ足んねえなって言うんで、だからもう流儀じゃない、ちょっと見してもらうのか、そうですね、これ絶対弟子、じゃあ僕、いやいや、じゃあ頼る、あ、まあいいや、サイボーグ、してまサイボーグ、うちでね、まず、じゃあいいや、まずゆきおさんにもやってほしいのがあるから、はい、それを一つ検証してほしい、はい、ゆきおさんでそれ検証できたら、あ、それ確かだってことになるわけだし、なるほど、でしょ。で当然この打つとき、これいいんだ、これはこれでいいんだけど、はい、まずは検証1の一つ改良したことね、うん、改良1、こうやったときに僕の鼻はどこ向いてます。今僕の鼻はどこ向いてます。相手見てます、ね、相手の中心、軸を取ってる、はい、ここでよく取れって言うけど、はい、鼻で取ってます、鼻先で相手の動いたとしても、トボは動いたとしても全部鼻先でこう取る。あ、本当だ、ここで取ってないんですよ。この瞬間にブロークンリズムで
動かれた時にこれほらずれるんですよ、剣先が。だからこれほら鼻で全部どう動こうか、はいはい、鼻で取ってるとポッと入るんですよ、中心取れちゃうのこれで、でこれは絶対に動かさないで、よくね軸のインストラクターでも、はい、こうやって横目でみんなこうやって打ってるでしょ、インストラクターって言われてる人も、はい、これの衝撃が今までみんなやってたのこういう、はいはいはい、今さっき僕もそうやって打ってます。ところが鼻先、要するに首が硬いからこうやって回っちゃうの、うん、だからここも首の力も抜くとここだけ回るの、うん、ここだけの周りで最終的に決めようと思う。ほら中にも入るし、ポンって瞬間でポンかけたんで、こうして見てるんで次はいけるし、相手の反撃もすぐ見えるんです、はい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 、あだからまずこれこの打ってこうと、はい、こうとほら明らかにいいよ、飛びますね、うんうん、飛ぶっていうか、いや飛ばなくても、はい、飛ばさなくてもポン中にポンって入れることもできる。なんでまっすぐ入ってくるんですかね。ここでこう、うん、いやこれ普通にそれも重いですよ、ここで横目、はい、ここでしとったらボンって長いやろ、中心を壊せんの。え、でも目線が合うだけだよ、なんで重みがこの鼻先が合うと重みが、神経反射、神経反射、うん、これ合わせると、はい、今右強いんですよ、で左を叩いて、はい、本当だ。まっすぐ向くことで、じゃあこうやるとこうやって打つとほら、うんうん、だからこれで一個俺倒すでしょ、とかあ確かに確かに、右打たれても大丈夫。本当だ。で今ちゃんとほらこっち向いちゃってるでしょ、ほら、うん、あ今僕がですよね。すごいシンプルなことなんですね。シンプルで、しかもこれこれだけは教わんないと絶対気づかないから、あ自然と斜め見ちゃうみたいな。でも先生これ出していいんですか。いいよこれぐらいは、あのだからそれぐらいみんな勉強しようよってこと、研究してくださいってこと、ただ習ったことじゃダメ、その応用を聞かせて初めて武術家は高みに上がっていく。これだから今までね、これだよね、こうやってね、今まで癖がついちゃってるから、うんうん、だからより抜いて首から下だけ、そん首から下で鼻まっすぐで、まっすぐで、ほら入った、入りますね、入るでしょ、感覚違う、拳の形力もスッて入る、本当に。いやサムネとかでも大体先生殴ってたのやっぱこうやってるよ、ね、そうかそうか、確かに、これはここでやってここからピーンと、確かに真正面、あの意識も意識もまっすぐピーンと中心に飛んで、こうして中心揃えてるの、中心、このねこれで本当にアライメントができてるの、みんなこれアライメント、腰と肩のラインだけじゃなくて、ここから下のアライメント、ここから上のアライメントは鼻先なんだよってこと、ここに気づいてないジークンドーのインストラクターいっぱいいるんだわ。これってその今ジークンドーとかを自分でサロンとかで練習してる子でも、もうこれだけで、これは今のだけはもうやってみんなやって、なるほど、今から意識して、意識してやってください。ここね、あの力、首の力も抜いて鼻先でここからレーダーが出てるようにして、相手の中心軸を相手がどう動こうと、その鼻先で全部出てた。で今まではこっから下のアライメントどうなる？いや絶対今日僕が気づいたのはこっから上のアライメントできてないじゃん。だからここで修正です。もうもちろんここ縦剣でここが長いアライメントが揃えば、そう顔もそう、顔のアライメントも大事だよってこと。確かに体しかちょっと一つ目、これが一個、まだ一個目で、じゃあ続いてこれででももう威力は変わった、二つ目だいぶ変わったよね、はい、今、うん、二つ目はじゃあタイラー、はい、東郷ちょっと俺の肩甲骨両方触ってて、肩甲骨ですね、はい、バキバキでね、これはね神戸さんごめん、えこれはね見せらんないじゃあダメじゃない見た目は分かんないよ、うんうん、で見た目は今までやってるストレートリードそのままだから、はい、ただ体の使い方が違うの、はい、でもこれは東郷先生だけ伝えてるってことですね、はい、そう今までやってたのはこうだね、ここだけ伸びてない、はいはいはい、そうですね、はい、うわこれやばいよ、今一歩踏んでないけどガンと入る
わかんねえから後ろは見えない。すげえ。ここまでちゃんとだから勉強して研究してくださいよって僕は言いたい。一番言いたいことは、固定概念で縛られないで教わったことだけじゃなくて、その応用を聞かして、はい、行って初めて武術家ってレベルが上がるんで、はい、習ったことだけじゃダメなんだよ。テッドン先生から習ったことだけじゃダメなんだって、ブルース・リーが言ったことだけじゃダメなんだって、さらに研究しないと、本当に本当にレベルの高い武術家になりたいんだったら、はい、うん、これはもう1万回でも10万回でも言いたい。あのなんかその先生の進化したそのジークンドっていうのは、先生が作ったジークンドっていうのは表面上は変わってない、スタイルとは全然変わってないんですよ。その使い方、中身が本当に進化した中身のこの時計感じですよ、ね、鉄の歯車をプラチナに変えました。本当そういう感じですよね。本当にマジでありがとうございます、はい、ちょっと俺もうこの肩の時は、うん、またまたいやそこまで変わらんと思ったけど、これを、うん、あの後ろ下がったらマジで分かる。すごいでしょ先生の背中。やばいでしょ、うん、というかバキバキすぎますね。だってみんな同じ体持ってるんですよ、はい、うん、ゆきよさん手は3本あるないでしょ。いやいやないです。2本の足、2本の、はい、頭一つ胴体、はい、みんな同じじゃないですか、うん、だからそれをどう効果的に効率的に使うか、そのための勉強ですよ、はい、日々の勉強、はい、いやちょっと、はい、東郷先生にストレートリード教えるって、と思ったけど、うん、あそういう細かいこと、こういろいろなことで、まあ、ではい、まあでもちょこちょこ教えてきてたんで、はい、まあできるようにはなってるんですよ、アップデートバージョン、はい、バイバイやんとかね、ああ、ちょっと触ってみて、バイバイ、ほら、ちょっともう一回、ね、ゴン、ね、あ、できてますでも先生とこの動きが、やっぱでもね、可動域は可動域が先生すごいよ、やっぱり、うん、まあ、すごい、ね、ヒントは皆さんヒントはこれ、はい、ビリヤードのこと、玉突き事故、ヒント、はい、確かにそう、もうそれ以上は、はい、はい、広渡先生ちょっといろいろ深いとこまで教えていただいて本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。勉強してください。はい、受け、はい、るとこっち側が開くので、ここにこう入れていく。